第三章、後のもう一人が癖ようだな。八五郎の話の先をくぐって平次は言い当てるのです。その通りで、金杉の竹松親分もこいつが一番怪しいと言いましたが、一つも証拠がねえんで縛ることができません。誰だいそりゃ。主人の老いといっても義理の老いなんだそうで、かかりうどのよもきち22、23のいい若いもんですが、少しばかり額があって一席がいいから帳面を預かっているが、これがなんと江戸一番の腰抜けで類のねえほどの臆病もんで。うん、面白いな。ああ面白かありません。あんなのは男のクズで、臆病にもいろいろあるだろうが。山吉と吉は底抜けの臆病っすよ。町内の若いもんが集まって夏の晩などは肝試しをやるんすがね、山吉は何とやられてもそこに入ったこともなし、からかって人の悪いのが山吉の顔を見ると階段を始める。湯屋の2階や上井床でも慌てて逃げて帰る。酒焼きを半分剃り残しても驚くような山吉じゃねえ。なるほど、念入りだな。逃げようのねえところで階段が始まると、冷や汗をかいて真っ青になり、ガタガタ震え出すというから底辺でしょう。ふん。2階に寝ると雷が怖いし、下に寝ると地震が怖く、入り口が地形と泥棒が怖いというんで、母屋でも中2階の安頓部屋の片隅にネズミのように息を殺して寝ている。それほどの臆病なら、主人を殺す気持ったままねえだろう。竹松親分は妙なところへ目をつけたもんじゃねえか。平次は一応横槍を入れました。ところがバカが利口そうな口を聞き、利口なやつはバカみてえに振る舞うように、それ大剣愚に近しとか言うそうですね。足みてえに間抜けな面をしている者は真が利口だったり、自分を引き合いに出すから世話はねえ、抜け抜けとしてやられた。善人あるやつは悪党で、悪党がるやつはお人よしでなきゃ薄バカと決まっているでしょう。大層悟ったことを言いやがる。竹松親分も言いましたよ。3年前品川の本屋場に泥棒が入って役人を一人殺して1500両の御用金を盗んだのは、そこで働いている一番臆病なガタガタ啓吉の仕業だったとね。ガタガタ啓吉というのは、ちょいっと脅かしてもガタガタ震えるからの異名だったと言います。なるほど、そんなこともあったようだな。竹松親分に言わせると、主人の死骸の顔に前掛けをかぶせたのは、下手人は臆病もんで死骸を見るのが怖かったに違えねえと言うんす。なるほど、面白い考えだな。主人三三郎の石地蔵を抱いて死んでいたという死に顔は全くものすげえもんでしたよ。下手人は人を殺したものの、その死に顔に睨まれるような気がして、あれ合わせの前掛けをかぶせたに違いありません。その前掛けの持ち主は下女のおろくのだから大笑いで、夕方井戸端へ忘れていったもんです。自分の前掛けでそんなことをするバカはねえから、おかげでおろくは下手人の宴から取り残れたようなもので、ずいぶん嫌なことをする悪党じゃありませんか。そうも言えるな。平次は黙って考え込みました。考えたところで、現場を見ない平次にはその考えを発展させる道もありません。まあ少しも召し上がらないじゃありませんか八五郎さん。おしずはお勝手から覗いて、お調子の具合を見ながら話の腰を折りました。話が面白かったので調子は一向に飽きませんが、あたりはすっかり暗くなって、おしずは諦めたようにことことと夕げの支度をしております。第4章、その夜5つ8時過ぎ、明神下の平次の家を叩いた女が2人ありました。八五郎親分はいらっしゃるでしょうか。高輪から参りましたが。なんだ、おろくじゃねえか。大層改まってどうしたんだ。まあヘレ、ちょうどいいところだ。おめえに教えてもらった歌の文句だがね。取り次ぎに出た八五郎は少し酔ってはいましたが、この愛嬌もんの歌の上手なおろくが、昨夜の続きの流行り歌の節回しでも教えに来たような錯覚に溺れて、あいたい猫じゃらしの振りごとになっておりました。それどころじゃありませんよ親分。なんで、果たしめになるとおめえでもとんだいい女だ。片杉の
竹松親分がとうとうよもきちさんをしまったんです。大の男が泣きながら引かれていくのを誰もかばってやらないばかりでなく笑って見ているじゃありませんか。私は悔しいから杵松に食ってかかるとお嬢さんがすっかり喜んで、うち中は薄情もんぞろいだけれどお前一人が頼もしい。そこを見込んで一生のお願いがある。浅草向こう柳原とやらの八五郎親分のところへ連れて行ってくれ。あの人より他によもさんを助ける人はないと。あれあの通り籠の中でも手を合わせているじゃありませんか。覗くと路地の中、明かりの届くか届かないかというところに据えた町籠の垂れをあげて、豊かな頬と黒い髪と、そういえばそうも見える丸い顎の下に合わせたか細い白い手が匂うのです。それほどでもねえが。拝まれて八五郎は少し照れた様子です。向こう柳原で散々尋ねると、おばさんという方から明神下の平治親分のところへ行っていると聞いてきました。聞けば八五郎親分はお使い姫みたいなもので、売り物のご本尊は銭形親分なんですってね。何が幸せになるかわからないものね。私も八五郎親分では最初から頼りないと思ったけれど。おろくの舌はよく動きます。俺という人間はお使い姫か。まあそれには違いねえけれど。八、何をむくろでいるんだ。路地で話もなるめえ。こっちへ通すんだ。平次はたまりかねて声をかけました。さあさあずいっと通ってくれ。ご本尊は会おうとおっしゃる。二人の女は平次の狭い家に通りました。おしずはそれを迎えて薄い座布団を出したり、七輪の下を仰いだり、いそいそと取りなしておりますが、話の継ぎ方を失って二人の客はしばらくは黙って潮時を待っております。さてその話の続きを聞かせてくれ。よもきちとやらがどうしたんだ。挨拶抜きに平次は話を引き出しました。おろくというのはすれっからしと純情と男気と自堕落を兼ね備えたような、この社会によくある型の女。不器量ではあるが八五郎が強調したほど醜くはありません。その後ろに寄り添うように小さく身をすくめたのは、これは非凡な娘でした。吹けば飛ぶような恐ろしく華奢な体と、情熱的な表情的な大きな目が、その多い髪と小さい唇とともに恐ろしく印象的です。よもきちさんを縛るなんて、金杉の竹松親分も物がわからないにも程があります。暗くなると一人で町の湯へも行けないような男。正直で弱気で操り芝居を見ていてさえ殺しの場は見ていられないような男が自分のおじさんを殺すでしょうかね親分。おろくは調子づくと少し傘にかかる癖があります。そのよもきちがご主人を恨むわけでもあったのか。それはもう金杉の竹松親分もそれを言うんです。お嬢さんは友屋の一人娘でしょ。そのお婿さんにつるはずで3年前に引き取ったよもきちさんを、ようやく年頃になるとあんまり気が弱すぎて娘の婿には頼りないと言い出し、いつまでたっても一緒にしてくれないばかりでなく、近頃はよもきちさんを追い出そうとしているんですもの。よもきちさんだってそりゃ面白くないこともあるでしょうよ。でもあの人はどんなに腹を立てても人なんか殺せるわけはありません。崖の下からミミズが這い出してさえ高輪中に響くほどの騒ぎを追っ始める人ですから。他に主人を恨んでいるものはねえのか。そりゃ人間ですもの、どこで恨みを買うか分かりやしません。ことに奉公人なんてものは主人がよくしてくださればよくしてくださるにつけても、なんとか不足がましいことを言うもので。この女はなかなかの哲学を心得ております。この25、26の大戸島中びくの万代面で、いささか太り獅子で非凡の不器量ですが、座持ちがよく歌がうまいほかに、なんとなく一種不思議な魅力を感じさせる女です。話がうまいのは開けっぱなしでウィットのあるせいらしく、それにぶち壊しな開けすけの程度にも妙に程のいいところがあって、相手の好奇心と好意とを手一杯に引き出す力を持っていそうです。なるほど、こんな女の尺で高輪の宿に一晩を明かしたら、
江戸の賭場口で影膳を三日据えられるという川柳の馬鹿もあるほどのことです。膝小僧が半分はみ出すような大肉界のおろくがこうした女だったことが平時にも面白い発見の一つでした。差し当たりうちの中で誰と誰が主人を恨んでいたんだ？お嬢さんの前では言いにくいけれど、番頭の勘三郎さんだって随分恨んでおりました。当園でも何でも、おかみさんの親類にあたるものを少しばかりの使い込みでガミガミ言ったり、少々のほまちをほじくり出すようにとがめ立てしたり。なるほど、ありそうなこったな。下男の杵松にはどんなことがあったんだ？お嬢さんにつけ踏みをしたのを見つかったんだから、あの時は大変な騒ぎでしたよ。28にもなる大の男が金釘流を張り出されて半日油を絞られたんだから、気の弱いものだったら死んでしまいます。これはなるほど念が入りすぎます。でもそんなことで主人を殺して張り付け柱を背負わされるのは随分無算当なことじゃありませんか。杵松は利口な人間じゃないけれど根がいい男だし、番頭の勘三郎さんだって五両や三両くすねてそれを叱られたからって主人を殺すほどの無分別ではないはずです。するとおめえはうちん中には下手人はいねえと言うんだな。主人に地蔵様を抱かせたり刺身包丁で首を刺したり、そんな悪い人間が私たちと一緒に暮らしているとは思われません。その刺身包丁は巴屋のものか？お勝手は近かったんですもの、そこから持ち出したに決まっています。明かりはついていたのか？ゆんべはお月様が良かったでしょ。でもお勝手の包丁を探すのは外から入ったくせ者じゃ難しいよ。でも案内を知ってるものならできないことはありません。おろくの答弁はハキハキとして何の渋滞もありません。あとはお梅という女がいるはずだが。あれはお話になりません。ちょいっといい器量でお客受けはいいけれど、気が利かなくってぼんやりで、右受けといえば三日も右を向いていそうな人ですもの。でもちょいっと気の知れないところはあるが。ぬけぬけと商売の悪口を言うのもお梅をかばう気の親切かもしれません。